熊本のサッカーの未来のために、キックオフ熊本。熊本をホームに活動しているプロサッカーチーム、それがロアッソ熊本。現在明治安田生命 J2 リーグに所属しています。昨年のロアッソ熊本の躍進はサポーターだけでなく熊本県民やサッカーファンに感動を与えてくれました。この番組ではそんなロアッソ熊本の知られざる内側をお見せしています。2023シーズンのロアッソ熊本の選手、監督、スタッフの登場です。1月14日にロアッソ熊本新体制発表イベントが行われました。新加入の12人を含む全選手29人が出席したイベントでは、およそ650人のサポーターを前に選手それぞれが意気込みを語りました。それでは背番号11番から20番までの皆さん、前に出てきてください。背番号11番、相原翔平です。まだ僕の名前を覚えてない方もいらっしゃるっぽいんで、今年から、セネームを翔平から相原にしました。よろしくお願いします。皆さんこんにちは。背番号13番ゴールキーパーの増田拓也です。今年もよろしくお願いします。背番号14番竹本雄飛です。今年は友達がたくさんいなくなりましたけど、いっぱい友達作って元気にやっていきたいと思います。よろしくお願いします。こんにちは、背番号15番の三島翔平です。精一杯頑張ります。よろしくお願いします。今シーズンから加入しました松岡凛です。背番号16松岡凛です。チームの勝利に貢献できるように頑張ります。よろしくお願いします。背番号17番日高玲です。今シーズンはキャプテンとして頑張ります。よろしくお願いします。背番号18石川大地です。1年間熱い応援よろしくお願いします。背番号19番の島村拓也です。全力で頑張ります。よろしくお願いします。こんにちは、背番号20番の大崎俊です。全力で戦います。よろしくお願いします。イベントではサポーターからの質問に選手たちが答えるトークコーナーがありました。今回はこちらの9人のトークをお見せします。熊本で行ってみたい場所教えてくださいという質問が届いております。これ新加入の皆さんね、そうですね、行ってみたい場所いろいろあると思うんですけれども ねまだ来たばっかりでちょっとわからないってこともあるかもしれませんけど、はい、聞いてみましょうか。はい、新加入の松岡選手。僕は熊本に来てから熊本城に行ったので、次は阿蘇山に行ってみたいです。あ、いいですね。いいですね、鉄板ですね。はい、ぜひ行ってみてください。はい、よかとこですよ。さあ石川選手お願いします。馬刺しが有名なので、馬刺しの美味しいお店あったら教えてください。馬刺しね、まだ食べてないですね。美味しいと思います。島村選手お願いします。全然関係ないんですけど。関係ないんですか。まあ、コストコに行ってみたいです。島村選手まだコストコに行ったことないんで。行ったことない。そうなんですね。熊本三船にありますからね。はいはい、ぜひ行ってみてください。はい、そういうところでもいいんですよね。全然いいんですよ。はい、いろいろありますので、はい、こういうお店に行きたいとかね。そう、お店でもいいですよ。はい、こういうもの食べたいとか。はい、観光スポットな必要ないですからね。はい、はい、それでは大崎選手お願いします。温泉が好きなので、おすすめの温泉があったら教えてください。ね、温泉皆さん教えてあげてください。たくさんありますよ ね。はい、では熊本でおすすめの場所。うん、あ、今度おすすめの場所。そう、おすすめの場所を教えてくださいということで、はい、よく行くところとかなんですね。そうですね。はい、はい、では、相原選手、よかったらおすすめの場所教えてください。ありますよね。あ、いっぱいあるんですけど。あ、いっぱいありますか。ね、いっぱい教えてください。では熊本でおすすめの場所。うん、あ、今度はおすすめの場所。そう、おすすめの場所を教えてください、はい、ということで、よく行くところとかなんですね。そうですね。はい、はい、そうですね、グリーンスポットっていうご飯屋さんはよくいっぱい行くんで、ああ、がおすすめです。グリーンスポット、何か美味しいメニューとかあるんですか。オム豚定食があって、美味しそう。なんか豚の炒め物にオムレツみたいなのが乗ってるんですけど、はい、なかなか他で食べられないと思うんで、それはおすすめだと思います。おすすめ教えていただきました、グリーンスポットのオム豚。はい、さあ続いて増田選手いかがでしょう。
僕は夜のライトアップされた熊本城がとても綺麗だと思うので。なるほどなるほど、はい、行かれますか熊本城。毎日癒されてます。お、毎日行かれてるんですか。家が近いので。あ、なるほどなるほど。お家から見えるのかな。はい、でも素敵です ね。はい、素晴らしい、うん、平川選手、はい、お願いします。熊本の町は、うんうん、いっぱいお店があるんで、はい、楽しいと思います。街中ということですかね。中心部の、はい、そうです、はい、特にないですか。どっかおすすめのお店、まあ、飲食店でもいいですし、なんかね、飲食店はここに行っても美味しいことが熊本のいいところだと思います。なるほど、うまいこと、うん、さすがキャプテン。でもそうですもん ね、うん。ね、さあそれでは、はい、サッカー以外にやってみたいこと以外にありますかという質問が届いてますね、うん、竹本選手いかがですか。まあ、やっぱり、コーヒーを極めて、豆から、こだわって引いて、はい、でベランダ持ってってんでチルしたいと思います。ありがとうございますチルですね。ねえ、おしゃれですね、はい、はい、それでは最後に三島選手、はい、サッカー以外にやってみたいこと。はい、やってみたいことというか、まあ今年、まあ新卒の選手もたくさん入ってきて、うんうん、まあ、やっぱり後輩を可愛がらないといけないので、お、まあ、大崎を可愛がろうかなと思ってます。おお、はい、またなんで大崎選手なんですかね。はい、はい、まあ可愛いんで、今年1年大崎可愛がろうと思ってます。あ、ありがとうございます。大崎選手それ受けてどうですか。可愛がってくださるっていう。とても嬉しいです。とても嬉しそうに答えてくれました。ね、ありがとうございます。楽しみですね。楽しみですね。はいはい、それでは11番から20番の選手ありがとうございました。拍手をお願いいたします。1月25日、J リーグ30周年オープニングイベントが開催されました。イベントには野々村義和チェアマン、解説者の松木安太郎さん、元日本代表中村健吾さん、内田篤人さん、牧野智明さん、そして女優の水木有沙さんが出席しました。開幕当時はなんかキラキラしたエンターテインメントだなというふうに見られていたところが大きかったと思いますけれども、30年経って、まあ、僕はすごくこう本物の J リーグが目指したいものに近づいてきているのかなというふうに、思ってます。やはりこう本気でクラブを支えて、地域のためにクラブと一緒に地域をより良くしていこうというようなサポーター、地域の方が本当に増えたんではないかなというふうに感じてます。まあ、こうやってサッカー文化が日本に根付いてきているということを感じながら30周年を迎えられるということに、僕自身も本当嬉しいですし、0から1にしてくれた方々もすごく喜んでくれているんじゃないかなというふうに思ってます。 J リーグ30周年コンセプトキーワードはよっしゃ行こに決定。トークセッションでは登壇者それぞれがよっしゃ行こな話を明かし、会場を盛り上げました。今年20歳以下のワールドカップの最終予選と本番があります。皆さん J リーグを応援しているチームあると思いますけども、そこの若い選手、優秀な選手が集まって、戦い抜く大会ですので、まあ、一緒に戦ってほしいなと思います。それがよっしゃいこです。これは熊本のサッカーチームがキック精度を競うゲームにチャレンジするコーナーです。今回チャレンジするのは FC ノルド熊本。広げて広げて、あ、おー、いいか、素晴らしい。2022年にできたチームで、元 J リーガーの片山翔介さんが監督を務めています。ここでルールの説明です。ゴールから8メートル離れた場所からキック、持ち球は10球、4球失敗した時点でチャレンジ終了です。それではチャレンジスタート。古賀雅人です。最高記録目指して頑張ります。これまでの最高記録は4つ、新記録を出すことはできるのでしょうか。右下狙います。
2本続けて成功。このまま記録を伸ばすことはできるのでしょうか。左下狙います。わずかに外れてしまい、後がなくなりました。左下狙います。真ん中狙います。ここでチャレンジ終了ということで、記録は3つ。おめでとう。ここでロアッソ熊本からのお知らせです。2023ロアッソ熊本シーズンシートファンクラブの申し込み受付中です。詳しくはロアッソ熊本オフィシャルホームページをご覧ください。今シーズンもロアッソ熊本を応援しましょう。熊本のサッカーの未来のために、キックオフ熊本。